で、心臓ゲーム。これなんか、個人的に1試合残そうかな。面白い試合だったし。試合だった。おし、行きましょう。行くしかねえ。しかねえ。でも、行くしかないけど、これは一体、すみません。ここのマジでいいのか、これ。ここに降りてんだけど。ああ。驚くぜ。どうやっていけばいいの？ああ、一応。どこの町？どこの町？ガイアの町って書いてあるな。ガイアの町で情報収集しておこう。鷹の目と、古い町が。鷹の目はさ、まあいいや、これはね、話聞いてみるっていう。今日はわかんないけど、まあ、水がなんか絡んでんの。まあ、魔法買えたら買うか、これ。お金あんないわ。ああ、そっか、重要じゃない魔法は後で買うってことに多分したのか、前回。疲労の塔、なんか入れねえ砂漠の塔があったな。確かにあった。砂漠で入れない塔があった。謎の塔が出てしまったし。まずは様子を見てみて。じゃない、じゃないんだ。え、じゃあ、その泉っていうのはなんかあんじゃないの？これ。これか。あれ違うの？え？こう。なるのか。マップを見ればいいのか。なるのか、これ。ここは一体なんという街なの、これ。上に行けってことだな、これ。こっちから行けってことなのね。で、泉の方に行けってことだ。こっちか。これですね。ここにも店あったじゃねえ。なんか石一つでもできればな。ここは道具屋か。あまり道具使ってないし。ルフィン、話して。多様性。
で、妖精のなんか、感じ、何なんでしょうね。まあ、近くの町にしかね、近くの町、あ、大体近くの町この辺にあったような気がする。どうだったっけ？どうだったっていう、なんだ。まあなんか、難しそうな町だった気がするな。こっち？なんか近くに町があったような気がする。あれ？あ、これか。サンタだ。アイテムだ。アントレ。まあ早めに終わったらいいが。まあ、キャラバンとやらに、キャラバンとは何なのか知らんけど。ん？何じゃね？問題は北か東か西かわかんないけど、でもいいよ。あ、そうじゃ。空挺でちょっと見てみたらいい。見てみる必要すらないのか、これ。砂漠になんかあるって言った。この辺？え？
紙言ったらいいじゃん。これがねえんだけど、何のこっちゃだ。砂漠でなんかの場所、砂漠のなんかの場所かどうかわかんないんだけど、見た感じは全然ないんだけど、感じで言ったような気が。本当かどうかわかんないんだけど、砂漠のあたりでなんか見た感じありそうなのってこんな変だけどね。なんか変なのは、まあ、一応なんか行ってみたらいいんじゃね、じゃねえけど。あ、入れた。キャラバンってテントのことか。おい、おい、4万もすんのかよ、まず。おーいって。ああ。おーいっていう感じで、4万を貯めなきゃいけない。と。まあ、この辺も強いでしょ？お金のモンスターと経験値も一応で。左また上がるわ。いいよね、まさかのあれだわ。お金4万もすると思わねえもん。多分これがなんか必要なんでしょ、妖精のなんとか。妖精が売られてるってことか。多分妖精の瓶となやらは妖精が詰め合わせパックみたいなもんなのか。こうやって妖精を取ってんのか知らんけども。またギルが全然増えねえ。ギルが増えねえ。まああれ、でも兼ねて、お金が出るモンスターと戦いて、いやー、150しか出ねえし、これ。あれは出ないでほしいわ。もういらないわ。経験値は多分その代わり出るんでしょ、あれ。これでいいや。多分これ1個1000、1000じゃない？とりあえず今それ、こういうのでいいや、こういうので。経験値は別に、いらないでしょうか。勝手に上がるのまた45に。勝手にやってれば50上がりそうだな、これ。まさか4万を使うとは思わないもんな。同性の詰め合わせパックみたいなのが売ってると思わないもんな。
でも話はなんか妖精が売られてるみたいな話をしてたような気がするな。あと5000だ、5000やっと。大体雑魚敵は蹴散らせるからまあいいけど。一応なんかガントレットっていうのもあるから。ロマ術師も遊ばなくても済んだりするようになったし。これ地味にお金入ったよな。まずね、まあどうなることやら、このお話は一体。うわー残り500とか。まあまあ、ほぼあと1体で確定だからまあいいんだけど、あと1回で戦闘で。ああまあ来た。多分でかいのは1000は来る。1000来る。クリアがやばすぎ。お金貯まったら来ようじゃないかも。初め行った町じゃなかったっけ？調整が高いなんとかって言ってなかったっけ？本当かどうか言ってみるか。あれ？調整が、これ妖精でいいのか？じゃない。調整が言ってどう？いた。空気の水ってさっきのあっちの右端の人がなんか水がどうだこうだ空気がないから無理って言ったからあの人に中に話すってことなのかな。でなんかでいけるってこと水の中に。
気が出るって多分、繋がってきそうな気がする。で、ありがとう。ランゴールド、ゴールドと言ったっけ？何、いくらのお金でやったんだろう？ 100 とか400なのかな？これの人、この人。スマホがなくなるまで打ち続けよう、もう。ダンジョンを。なんか謎の神殿に来たんだけど、とりあえず回ってみるか。探索しよう。ああ、こんにちは。あ、人狼のあれが、ちょっとマッチングがうまくいかなくて。今日の昼の分、3試合、今 51% ぐらいなんで、これが終わりそうっすね。そう、気分転換にファイナルファンタジーやってました。部屋がちょっとなくなっちゃって、この神殿だけでも終わって終わろうかなと思って今日は。レベルはなんか過剰に上がっちゃってます。過剰らしいっすわ。なんか、魔法を剃るためにとか思ってたら勝手に上がっちゃったって。
あ、こ階段ね。はい、そうですね、ゆっくり休んでください。昨日の、今日のさ、日付変わったけど、あの日曜日のお昼から夕方の3試合は多分普通に今撮ってるとこなんで、多分上げときます。多分朝方多分見れると思います。朝方っていうか、まあ起きてたら、起きてから見れると思うん で残り3試合の夜の分と、本当最後のなんかモノマネショーみたいな試合は後で撮っときます。2階って書いてんだけど。はい。昼の分は今50何パーだから、やってれば多分練習できると思うんで。うん。まあ多分ここだけだから、今レベルは過剰だから、そんなにかからないんじゃねえかな、これ。時間じゃ、わかんない。どれぐらいなんだ、このダンジョンが。まあ、やばくなったら一旦戻ろうと思ってるんで、脱出しながら。とりあえず行けるとこだけ行って、分かんなくなったら戻って。ああ、やばい、魔法がなくなったのか。仲間同士、魔法の威力がびっくりするほどないからいいけどさ。こっちから来たから、こっちか。とりあえず行ってみて。あるか。ないんだね。どうまで繋がるんだろう、これ。はい。どこから来たんだ。この階段から降りたんだよな。で、
ライト海の生物なのに、海なんだよ。リサガとか行くんだね。ライト、ね。頑張ろう。まあ、1時間ぐらいで終わりたい。ガントレット使ってほしい。まあ、やっぱりレベルが終わりか。ハンガー使おう。ありったけ。レアでもいいかも。最悪戻ればいいし。やばくなったら戻ればいいし。ああ。モンスターが現れた。ライトアクス。え？ああ、まあいいや。まあ今どこにいるんだ。来たのか。
よし、こっちで。どうなのか。くらいあんだろう。ああ。ああ、よし、行ってみよう。あれ、あれ、あれ。あれ、こっちから来て、こっちか。あ、ないじゃん。難しい。あ、でももう少し頑張れば。
うわーって。うざらくらいでいいか。なんだ。よし。あら、今どこ来た？こうなの？ああ、で？あれ？やばいぞ。おえ、これはやばいぞ。まあ、いいやいし。あれ、やるしかないか。
どう？おしゃれなの。アホか。頑張った。待って、ね、あれ逃げる押しちゃったの間違ったよね。戦う押しちゃったわ。これどうなってんだこれ。やばいやばい。ああ、オートバトルやってるからか。やばいやばいやばい。わかんない。もう取ったでいいの？え、取ったでいい？外に出たら外に出てたわ。ダンジョン探索をするか。ちょっと倒したわ。そろそろいつか時間。あとは、あれ、やはりすればオートセーブだからいい。あっちろ、左側の階段使ったから右の階段使ってみよう。それで今日はおしまいの方向性で。まあ、
かにこの時間帯寝てたからぐっすり寝れるね。よしか、どこ行ったっけ？あそこの上の方行ってなかったんじゃん。バテ行くんだっけ？ああ、ところ。番。倒したからよかったな。イカなのかタコなのか何なのか。イカみたいな感じだ。おし。あ、とりあえず、こっちの方行ってみよう。じゃあいい。階段があった。ここが宝箱？誤解って書いてるぞ、これ。誤解感は全然ない。ないけど、誤解なんだ、これ。あ、あったあった。
だから人間は、なんだこれ。そうなんないぞ、これ。これなんか戦闘になんないぞ。そせえ。これは倒した模様だね。敵と戦わないみたいだな。これはどこだ。え？こうではな。こうやって上行くんだろう。こうやって上行くんだろうし。あれ。絶対無理。ロゼッタ石、なんか音変わったぞ、これ。なんかロゼッタ石がなんちゃらなんちゃらって言った人がいたような気がすんな。ロゼッタ石がなんちゃらなんちゃらって言った人がいたような気がすんな。あー、どうですか？ここがいいのは、出てこねえのがいいよな。だったら。まあ、最後に、ちょろっと見とくか。忘れたものあるかも。
まあ、雑魚敵だからいいけど、あとは水をちょっとやって終わりかな、今日は。この探索行動。だから全部取ったら、まあでも進んだでいいのかな、これ。水をやったら水でもう、離したらもう OK なのかまずやってみることが大事だな。辛いけどやってみることが大事。やってみることが大事や。まあでももうちょっとで終わりだな。寝よう。明日もあるし。勝手にテンション上がっちゃってっからな、これ。はい。好きな魔法にしよう。サクサク行くために。こいつはいいとしても、あ、いいな、ちょっと。いやー、フレア。フレア。よし。ダイヤアーマと、と、あ、はい。あ、取ったかな、取れないけど。脱出、いや、すればいいし。まあ、ロゼッタ石とそこそこのだ、なんか装備を取れれば、まあ、最低限大丈夫そうだけどね。
また47とかになったの、レビューが。3くらい上がったんだ。48とかになったのは。これでいいんじゃない？あ、もうちょっとまあ、また後で、最後の風が一体どこにあるのか、なのか、は、天の、魔法で、魔法があったら勝った。セーバーでも勝てる。ここはどのマジだ？なんかスケレントある？スケレントし、なんだろう？まあ、これで何を買ってねえんだ。トップ、まあ、この町から最初買ってくれればいいんだ。
まあ、他と、最後のレベル8を買っといて、こっちだったっけ？黒がないんだと思う。最後に買って終わりか、あれ。レベル8ってこれ買えんだろう。レベル8。違うな、上だ。多分。トップ？トップとかでどうも。よし、じゃあまあ今日はちょっと水をだってことで、まあいいんじゃない、光ってるのが、まあ確かにちょっと光ってるような気がするけど、こっからまあ風か、ついに風行ってる、風行くんだろうね、つい練習とかはなんか終わったみたいだね。動かないや言えない。入れとくか。そして楽しかったです。終わりますよ。もう、俺も眠くなり始めたところもあるし。そうとして眠るわけにもいかない。はい、どうもありがとうございましたね。まあ、とりあえずセーブしよう。楽しかったですね。まあ、こういうふうに気分転換、ちょうどこう、うまくね、運動がうまくいかなかったら、いろんなゲームでこう、頑張ればね。まあ、ただちょっとすいません。本当にいつもこの時間起きて、こんな、眠くなり始めてたんで。でも本当楽しかったのは確かにね。楽しかったです。ありがとうございました。楽しかったです。はい、寝ます。